近鉄1600系電車とは近畿日本鉄道が保有していた一般車両である。本校では1800系電車、1810系電車、救援用電動化車もは50系電車も合わせて記述する。解説の便宜上、宇治山田、戸場川先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。1957年に登場した。 南大阪線用一般車6 8 0 0系は WN 駆動方式片側4扉20メートル級車体を採用して急増する南大阪線沿線の通勤輸送に絶大な効果を発揮したが名古屋線においてはすでに標準基化工事が計画されていたため20メートル級車体ながら吊り掛け駆動方式片側3扉とされた6 4 4 1系が ご編成投入されたのみであった。しかし、1959年に発生した、伊勢湾台風による、冠水、路盤流出といった、大災害からの復旧工事と合わせて、急遽繰り上げ実施された改めき工事とそれに、関連した、線路強化によって、名古屋線、神戸線でも大阪線、山田線と同等の20メートル級大型車が、直通運転可能となった。 この改良工事で最大の恩恵を受けたのは、名阪間を直通する高特急であったが、一般車にもその恩恵はもたらされ、16メートル級から19メートル級の主事雑多な中型車が運用されていた名古屋線に20メートル級4扉車体を備える WN ドライブ車の開発が決定され、名古屋線に申請配置が開始された。それが1600系である。 1 6 0 0系に続き、改良増備型の1 8 0 0系1 8 1 0系も登場している。これらは、ラッシュ時輸送に絶大内力を発揮したが、その申請ペースは遅く1959年から1966年までの8年間に41両が製作されたに止まり、1966年から1970年に、 かけて製造された1 8 0 0系や1 8 1 0系1979年製造の差1970型を合わせても94両の製造に止まった。しかし、名古屋線には、大阪線ほどの長距離急行バイク間は用していない、ために発電制度、そもそも即制度が省略され、名古屋東火粒管内での限定運用を強いられた。 ことから1990年代後半から順次、新型車への代替が進行した。1959年に登場した名古屋線発の高性能通勤車、同線改めき後発の新形式でもある。車体は、南大阪線6800系ラビットカーの近鉄標準スタイルを踏襲し、名古屋線発の片側4、扉車となり、当時の近鉄車内では、 名古屋ラビットと呼ばれていた。電算記号が R だったのはこれに由来している。車体塗装はクリーム色に青帯をあしらった、当時の高性能車標準色で落成した。基本編成は近鉄名古屋よりから TCMC の2両編成で、初回製造分は5編成重量が投入された。なお、 1961年製造の二次車までは空1600型とも1600型を名乗ったが、1963年増備の三次車に、合わせて空1600型は空1700型に、改版された。1961年に、基本編成が4本増備され、1963年から1964年には、 基本編成が6本と増結用の単独 MC 車も1650、型が5両、1965年から1966年にはも1650、計4両と単独 TC 区1750系2両が、それぞれ製造された。その後、長距離急行や団体専用列車運用に対応するために、1967年に、 大阪線よりトイレ付きの1480系空1580系3両を、改版、編入して空1780型となったが、1973年にも1601、タイも1603と空1780系の、運転台を撤去して空1780型は、付随者化されて左線7 8 0型となり、 1601回から1603回屋も1655、タイも1657と4両編成を蘇生した。最終的に本系列として在籍した車両は44両となる。一次車ではファンデリアと扇風機が併用されていたが、二次車以降では扇風機のみとなった。駆動装置は WN ドライブで、 主電動機は三菱電機メガバイト -3020D 制御装置は、日立製作所製超多段式 VMC、HTB-10A で、電動車に搭載した。台車は、近畿車両製金属バネ台車であるが、製造時期によっては、新造品の KD-36K と K、KD-51K、1100K の台車交換によって年出された台車を、 金属バネ化して流用した KD-30K を装着する車両が混在する。終電装置は MC 車連結側に1台装備した。ブレーキ方式は HSCD 電磁直通ブレーキである。空気圧縮機はも千1600型とも1 6 5に補助電源装置はも千1600型とも1650、K、9700型に搭載した。 運転台側連結機は密着系であるが、当初、電気連結機は搭載されていなかった。車両性能は最高速度時速 110km を確保した。肌色、青帯の塗装で登場した初、中期車は1965年からマルーンレッド一色に変更された。また、一時車のファンデリアが撤去されている。 1982年6月1日実施の京都線急行の朝ラッシュ時5連覇に伴い、増結用単独 MC 車が必要となったためも1651から1654が連結面間有運転台取り付け、連結機高さ変更などの改造を受け、京都線に転属した。 その後、京都線での奇数編成の需要源により、大久保駅の法務調整役が効果化で解消された、ことから、もう1651.1652は、救援者もは51もは52、もう1653は、ご移動研修者庫の入れ替え者、も1654は、高安研修センターの入れ替え者に改造された。なお、 も1654は2016年に1 6 2 0 0系と同様の車体塗装に変更されている。1982年から1964年生三次車1610回以降の冷房化と車体更新が行われ、車体の内外装材交換、方向膜設置、も1656型からも1659。 型は空戦7 5 0型や1800系空戦9 5 0型と固定編成化された。一時車、二時車1601回から1609回とも1655、車1780系の全車は冷房改造、車体更新の対象外となり、1988年より順次廃車された。1992年から1994年に、 かけて1615回も 1650K、9750型は狂気化改造の上、養老船に転出し、名古屋船に残った編成は1997年までに全車廃車され、系列消滅した。その後、制御装置が元94.96の機器更新用として転用された。1966年に 1600K の増備型として登場。 主電動機の出力が 1600K の 125kW に代わり高出力の 155kW となった。編成は MCTC の2両編成4本8両と 1M2T 編成を当初から想定していたため、増結用空 1950K2 両があった。翌年にはラインデリア装備の 1810K に移行したため、軽重量の製造にとどまった。 電算記号は H。車体関係は先に製作された大阪線2 4 7 0系や2 4 0 0系を元に各線で定められた車体共通規格が採用され、貫通路は広幅に、車内見つけの見直しなどの改良が行われている。塗装はマルーンレッド一色を採用している。主電動機は、 出力 155kW の MB-3110A が採用され、主制御機は直並列制御の多段式 MMCHT10E となっている。台車は近畿車両製 KD-60K、金属バネ台車を採用し、ブレーキ方式は HSCD 型である。空気圧縮機はも1800型に、 電動発電機は空900型に搭載し、パンタグラフは MC 車連結側に設置され、DC-MC の重量の均等化を図っている。性能面は 1M1T 編成においては 2400K と同一の走行性能を有して、最高速度実測 110km を確保する一方、 1M2T 編成においては1両あたりの出力は 200kW 余りで高速性は名古屋1009型車の MT 比1、1編成並みに止まった。1979年から冷房化が順次開始され、同時に方向膜取付やパンタグラフの2機搭載、1804回は下枠交差型の PT-48 型に交換された。 1984年からは、車体更新が施行され、低使用電気制動の追設、主制御機が、制動転換機付けの MMCHTB10E に変更されたほか、増結用の空1950型は1988年の、冷房改造と、車体更新の際に 1600K も1650型と固定編成化された。あとに1 8 0 0は、 養老線車両を構成の受けのため、1992年から1994年に、かけて狂気化の上、600K、610K に編入されて、全車両を養老線に転属し、系列消滅した。その際、余剰発生品となった、主電動機と台車は元97.98の機器更新用として転用された。1800K に、 ラインデリアを装備した系列で1967年に登場した。1 8 0 0系の限界設計をさらに進め 1M2T 固定編成を標準とした。初回製造分は3両編成5本と2両編成4本の23両が投入され、1979年までに43両が製造された。電算記号は H。 1968年にさ1966、1969年にさ1967が製造されて1816回1817回、1979年にさ1970型が製造されて1826回1827回が3両、編成化された。1970年製の1823回からは、側面に、 列車種別表示等が付けられた。大阪線との車両展配を円滑にするため、1977年以降は、大阪線、名古屋線共通設計仕様の2 8 0 0系が、名古屋線にも、新請配備され、これが、1 8 1 0系の増備車の役割を兼ねる、形となった。なお、2 8 0 0系に相当する1 8 1 0系の、機器構成を踏襲した。 新生冷房車は2 8 0 0系差2966、差2967と同一仕様で、製造された差1970型を除けば、登場しなかった。基本的な車体デザインは1 8 0 0系に準ずるが、ライムデリア取り付けの関係上、屋根が1 8 0 0系より 120mm 低い、レール面から 3530mm となり、 側面の腰板高さは 850mm、窓かまちは 900mm とされ、連結面の貫通路も、強幅に変更された。全面微等形状も変更されている。1979年に製造されたさ1970型では、製造時から、冷房装置を搭載していたため、車体断面は2 8 0 0系に順じており、 座席も 2800K や 8600K と同一の座面の低いものに変更されている。性能面は 1800K と同等で、駆動装置や手電動機や制動方式を含む補機類の配置も同型に準拠する。制御装置は低圧回路にトランジスタ磁気増幅器を用いて、 軽電気のほとんどを無接点化した非立製作所製 NMC 型で電動車に搭載した。終電装置は1811回から1813回、1826回、1827回のも1810型に2機搭載されたが、1826回、1827回は下枠交差型に変更された。台車は、 基本仕様の1811回から1827回とさ1960型は、近畿車両性 KD-65 及び KD-65A。さ1970型は、近畿車両性 KD-87A で、いずれも、車体直結型主利連式の空気バネ台車である。1979年から1982年に、 かけて冷房化が行われ、1814回1824回1825回のパンタグラフが1826回1827回と同様の下枠交差型に交換された。1984年から行われていた線形。 高性能化改造の際に空1910型と空1100型を番号交換の上で振り替え1986年からさ1961以外のさ1960型は、伝送の上でも1050型に改版が行われ、線形2両編成者と3両編成を蘇生した。このうち、1825回の空1910系へ、 空1925は線形1 2回と交換されたために DC 車と MC 車で車体断面が異なる編成を蘇生した1991年に SA1960 型 SA1961SA1970 型は2430系2443回から2445回と4両編成を蘇生したことにより最小限に 改造の上で改版が行われなかったため、以降は2両編成17本34両と付随者3両の37両が在籍することになった。その後、2006年9月にさ1970型さ1976はさ1960型さ1961の廃車代替として2430計2443回。 2007年4月にさ1970型さ1977は、元の3両編成に戻った2430系2433回と、引き続き4両編成を蘇生した。1985年から1991年に、かけて1811回から1827回に、運転台の発電ブレーキ及び、車体前面及び、 側面の方向膜設置を中心とする、車体更新。1999年にさ1 9 7 0系の車体更新が行われた。1996年から2000年にかけて1811回、1818 18回から1823回、1826回、1827回とも1810。型も1812も1817に2回目の。 車体更新が行われた。1998年以降の B 更新車では、乗降口の雨どい取り付けと、乗降扉床面のノンスリップ化が行われた。なお、現存する2両編成は1000系と交換した、DC 車と1824回1825回に、B 更新が行われていない。 2007年12月から2013年2月にかけて1822回、1823回、1826回、1827回とさ1970型さ1976さ1977に、車体連結部の転落防止ホロ設置が行われた。そもそも即ブレーキがないため、戦術のように運用が限定されていること。 2002年のダイヤ改正に伴い、近鉄カニ駅が急行停車化され、日中の四日市域準急と、富吉駅折り返しの普通列車の運行本数が大幅削減により、減少したことから余剰となる車両が発生し、養老鉄道養老線に転出しても使える期間が、 短いことと、1000系と交換した、TC 社の老朽化が進行したため、奈良線9 0 0 0系や大阪線1233系2800系に両編成の転属による置き換えを、目的として2002年から本系列の廃車が、開始している。2013年6月までに廃車されたのは1811回から1825回とさ1960系であり、 9区1 0 0型と番号交換の上で振り替えた車両はすべて廃車となっている。また、2013年6月には1822回1823回が高安へ自力改装されており、本系列の基本編成の大阪線東、青山駅伊勢への入線が初の事例となっている。 同時期に製造された2410系や2430系、1010 10系にはほとんど廃車が出ていないのに、対し、本系列で多く発生しているのは、このそもそも速ブレーキの有無が大きな理由である。すでに廃車された1811回、1820回、1822回、1823回は、 富吉県尺、さ1960型さ1961は、高安県尺に配置されていた。なお、1998年時点で二両編成者は、すべて明城県尺に配置されていた。 2019年4月現在では1811回から1825回と差1960系以外に廃車された車両は発生しておらず、基本編成である2両編成は、名古屋線、山田線、戸場線で使用され、富吉県区に配置されており、中間車の差1970型は、高安県区に配置されている。1826回1827回の2、 編成とさ1976さ1977の2両、合計6両のみが残存している。名古屋線においては線形と同様に最古3系列となっている。登場当時は名古屋線、神戸線、鈴鹿線、山田線で直通の長距離急行から普通列車まで使用されていた。1964年の湯の山線の改め期以降や1970年の トバ線開業と島線の改め期後は、この3線でも運用されるようになり、1975年の大阪線前線を復線化後は急勾配と曲線を緩和した新線に切り替えた東青山駅伊勢、中川駅間でも運用された。後年のワンマン運転化や車両運用見直しで、鈴鹿線や湯の山線、島線、大阪線東青山駅伊東の定期運用からは、 撤退した。増結用として、京都線に転属したも1650型も1651、タイも1654は、本来の5両編成運用の他にも、2両固定編成や3両固定編成に1両2両、連結した3両4両編成に蘇生することもあり、この場合は、京都線の新田辺以南や柏原線、天理線、 奈良線大和最大寺駅近鉄奈良駅間でも運用していた。名古屋線系統において、急行の増結編成や準急普通列車として運用されている。並結車両は特に限定されていないが、二編成しか残存しておらず、準急や普通列車よりも6両編成の急行運用が多くなっている。二千十七年二月十六日には、 残存する二編成を用いた団体貸切り列車が運転され、客扱い区間の桑名駅中野号駅、伊勢石橋駅間では特製のヘッドマークが掲出されて運転された。モは10型モは15モは16の置き換えのため、1990年に1 6 0 0系も1651も1652を9円用電動貨車に改造して登場した形式。 名古屋側からモア51モア52の二両編成を組む。車体外観は冷房装置のウムとシルキーホワイトマルーンレッドの塗装を除けば 1600K 時代と同様である。台車は金属バネであるが KD-51B から KC-30B に取り替えられている。またもは52は方向転換された。パンタグラフはそのままでは 両者のものが極端に近接することから、モは52のものを、連結面やドリキから、運転台やドリキに移設している。そのため、両者とも、宇治山田側に、菱形式を一機ずつ搭載している。また、増結用のためにあった、簡易運転台側の標識等は撤去された。最大積載量は10トンである。 連結機高さは両車とも運転台側が 880mm。連結面側が増結車として使用されていた。当時の 800mm のままである。明星建尺に配置されていた。2000年11月十日付で廃車となり、現損しない。近鉄1800系電車に関するカテゴリー。近鉄1810系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。